田沢さんが前言ったの合ってるよ。俺親父を殺したんだ。君の夢は一生普通に暮らすことなんでしょ。モグラのようにひっそりと暮らすんだって。俺はここでのんびりボートを貸して、大きな幸福もないけどきっと大きな災いもない。俺はそれで大満足なんです。口の利き方なんだこれ。君のお父さん、私の会社からお金借りたんだ。おめで何とかしろよ。親に捨てられて学校行けなくなって、もう普通じゃないよ。しぶとく生きてんなお前。本当に俺お前いらねえんだよ。そして殺す。どうせならこんなゴミ以下の命でも立派に使ってみたいと思う。お前には腐るほど道があるのに勝手に自分を追い込んだ。その悪党探しはいつまで続くの？その後はどうするつもり？全然考えてなかった。君は今自分で決めたルールでがんじがらめになってるだけだよ。俺の未来は誰にも変えらんねえんだ。立派な大人になるんだ。